おはようございまっちょフォルテです。シャキーン、めちゃくちゃすごいスタジオを見つけてしまいました。ここにはスタンウェイニューヨーク製、スタンウェイハンブルク製、そしてスタンウェイ、これまたニューヨーク製ですね。そしてシゲルカワイもあるし、ヤマモもあるし、また奥にスタンウェイもあるっていうね、もう普通じゃありえないような幻の部屋を見つけたので、ちょっと遊びに来ました。しっかり時間も取りました。4時間5時間とか取ったのでね、はい、たっぷり練習していこうと思います。一台ずつじっくり見ていきましょうか。これはスタンウェイの C 型で1918年モデルのピアノです。あ、これは多分 C 型のパンブルク製だと思います。で、これヴィンテージで1869年のピアノです。だから足もちょっとね、昔の仕様の足で少し太いです。これがスタンウェイの B 型でした。で、これがクラウンジュエルモデルっていうやつですね。わあ、ものすごい明るい音、びっくりした。明るい音ですね。はい、こちらシゲルカワイですね。僕が一時期レンタルしてたサイズと全く同じサイズです。これはね、SK3 で2016年のモデルなので、おそらく僕が借りてたあの時代のものとほぼ同じピアノです。で、こちらはヤマハの C5X です。はい、まあ僕のお家にもあるやつです。ああ、全然違うな。もう全然違う。あの、わからないかもしれないけど、動画上では、はい、全然違います。そしてこちら、これはまたスタンウェイとなって、これスタンウェイの M 型で、ニューヨーク製でクラウンジュエルモデルってやつです。2001年モデルです。スタンウェイのね、ニューヨーク製って普段弾く機会ないんですよね。はい、ものすごい音出ますね。な、今日はね、僕はいろんなピアノで練習を動画撮っていこうと思いますので、すごく楽しみです。では早速、まあ、まずはね、あっちのスタンウェイのニューヨークを普段弾く機会ないので、スタンウェイのニューヨークの、まあ、一番大きい、まあ、D 型っていうのがね、フルコンなんですけど、セミコンの C 型があるので、今日はね、そのニューヨークの C 型を中心に練習していこうと思います。イクラ、ウニ、ホタテ丼みたいな感じのね、練習日記となります。ぜひとも皆さん楽しんでいきましょう。はい、それではね、早速スタンウェイの C 型で練習していこうと思います。あ、めっちゃやっぱ低音出る。めっちゃ出る。がやっぱり新しい方が反応はいいかなと思います。ここら辺のね、このちょっとしたギラつき、
スタメンのニューヨーク製だなっていうのをちょっと感じます。ハンブルク製でいってみましょうか。ああ意外とでも出ないですねパンチは。あでも出そうと思ったらものすごいなる。ショパンのバラードを多分動画投稿しているのがシゲルカワイであると思うんですけども、それと全く同じサイズのピアノでどんな音がするかまだわからないんですけどやってみます。跳ね返ってくるようなタッチですね。で僕がCD でアパッショナータ撮ったのはこのシゲルカワイのフルコンサイズモデルを搬入して撮りました。 SKEX っていうね。そうです、このタッチをね今ちょっと弾いた瞬間にちょっと思い出しました。輸入ピアノとは全く違ったタッチなんですね。どちらかといったらなんか弾力があるようなタッチをした瞬間にこうやって戻される感じのピアノですね。やっぱりで音も結構まろやかでトゲトゲしくなくて、まあスタンウェイとかはどちらかというとギラついててものすごく音がパーンって飛ぶんですね。でもシゲルカワイはどちらかといったら丸の粒でポワーンって感じでパーンとかではなくてポワーンって感じなんですね。おー今これね弾いた瞬間にそのね僕が部屋で会った時の様子を今一瞬にして思い出しました。これはねやっぱりねその SK のピアノにしか出せないような感じの音かなっていうのはやっぱ思いました。まろやかだけどまとまりのある感じですね。まあ3サイズ SK3 なので、C3 と同じサイズなのでまあ家庭用のサイズの大きさなんですけども、音を鳴らそうと思ったら鳴るのかちょっとやってみましょう。空間としてもかなり大きいのでね。でまあ僕ん家のお家と同じようにカーテンを端っこに置いたりとか、あとはね超音パネルとかを置いているので、まあ音はきちんと飛ぶし、天井はまっすぐになってなくて、なんかいろんなところになんかその角度を入れてて、音がねいろんな方向に飛ぶようにね作られてるのでね、はい、いい感じです。じゃあヤマハの C5X 行ってみましょうか。はい、ではね、今から弾くのはヤマハの C5X です。僕が持っている C5 のやつよりも新しいモデルのサイズのピアノです。まあどちらかというと最近のピアノですね、C5 は。で、C5X は。ああ、ちょっとやっぱお家の空気を感じますね、僕の。まあ僕は C5 で練習して育ったんですけど、まあ一瞬にしてその感覚を今思い出しました、幼少期の思い出が。今1を弾いた瞬間だけですよ。お母さん、お母さんってこんな感じですね。本当にまあ家庭の音がするっていう、自分が今まで弾いてきたから家庭の音がするっていう意味ですね。あーそう、この立ち、この立ち。まあどちらかといったらスタンウェイとかと使ってスコーンという感じのタッチで、まあシゲルカワイはポーンってね跳ね返ってくる感じのタッチだったんですけど、こっちはスコーンって入っていくタッチで、でまあ鍵盤の押す重さとしては多分スタンウェイが一番軽いですね。多分これはもうちょっと重たいかなと。じゃあ難しいところどうでしょうか。Thank you.
い、それでは最後にスターウェイのニューヨークの M モデルを練習していきましょう。これはね、多分かなり小さいサイズの C1、C2 のサイズだと思います。わ、でもすごい高音がパーンってきましたよね。まあ、スターウェイのそのなんかパーンっていう底力を感じました。一緒にしてきますよね。高音の方がやっぱ出ますね。多分これホールとかでもストーンって言ってね、音がねスカーン、もう高校野球人の金属バットでカーンっていうね響き渡るような感じの音ですね。すごいあの華やか、うん、パンチがあるというか、すごいパワーを秘めてますね。で、まあ今日はね、どのピアノを中心に練習していこうかなってやっぱ考えたんですけど、まあせっかくなんでニューヨークのスタンウェイを中心にやっていこうと思います。はい、それではね、バンバン練習していきましょう。このピアノ結構ね、温かみがあって好きなんですよね。ニューヨークのちょっとギラつきがありますよね。決めるようなものでもないんですけど、結構長い時間取ったのでどれを中心に練習しようかなっていうので悩んでます。自分の中で結構ね、このニューヨークの2003年かな、このニューヨークは結構弾きやすかったです。自分に合ってた感じ、すっごい音もちゃんと鳴るし、ちっちゃい音も出る。でもそのちっちゃい音が飛ぶって感じ。